エドワード・ゴーリーは、アメリカの絵本作家。本名は、エドワード・セント・ジョン・ゴーリー。絵本という体裁でありながら、道徳や倫理観を冷徹に押し合ったナンセンスが、あるいは残酷で、不条理に満ちた世界観と、徹底して陰を踏んだ、言語表現で醸し出される深い偶意性、そしてごく細い線で必要に描かれたモノクロームの、質感のイラストにおける高い芸術性が、 大人のための絵本として、世界各国で熱心な賞賛と支持を受けている。また、幻想的な作風とアナグラムを用いたペンネームをいくつも使い分けて、バンを出版したことから、多くの熱狂的なコレクターを生み出している。1925年、イリノイ州シカゴに、新聞記者の息子として生まれる。1942年、フランシス・ダブル・パーカースクールを卒業後、 シカゴアートインスティチュートに入学。1943年、シカゴアートインスティチュートで半年だけ美術を学んだ後、アメリカ陸軍に入隊。工兵隊に所属し、ダグウェイ実験場で毒ガスのテスト等に従事した。1946年、兵役を終え、ハーバード大学に入学し、フランス文学を専攻する。詩人のフランク・オハラとはルームメイトであったほか 同じく詩人のジョン・アッシュ・ベリー、作家のジョージ・プリンプトンやアリソン・ルーリーとも交友があった。1950年、ハーバード大学を卒業。メリル・ムーアの詩集、不規則なソネットの見返しにイラストを描き、これが最初の商業出版となる。1953年、ニューヨークに移り住み、出版社ダブルデー社に職を得る。画期的なペーパーバックシリーズとなる。 アンカーブックスで想定やタイポグラフィーなどを担当する。同年、絵本デビュー作品となる、弦のないハープ、またはイヤブラス小説を書く。を発表。1956年頃からニューヨークシティバレーに傾倒する。1957年、ウロンナ客観光。1959年、評論家のエドマンド・ウィルソンによる最初の賞賛記事が、 ニューヨークタイムズに掲載される。1960年、ダブルデー社を退社し、ランダムハウス社の古典童話文学のハードカバー版を出版する部門ルッキンググラスライブラリーに職を得る。H.G. ウェルズの宇宙戦争などの想定やイラストレーションを担当。1962年、自身の出版社ファントッドプレスを立ち上げ、残忍な赤ちゃんを出版する。 1963年、ルッキンググラスライブラリーを辞め、短期間のボブズメリル社勤務を経て、フリーランスとなる。1972年、最初のアンソロジー本、アンフィゴーリーが出版され、ニューヨークタイムズブックレビューの、今年度最も注目すべき、美術書の5冊に選ばれたほか、ベストデザインブック15として、アメリカンインスティチュート・オブ・グラフィックアーツ賞を受賞。 1973年、ナンタケットのサイラス・ピアース劇場の公演、ドラキュラのセットと衣装デザインを担当。1974年、最初の回顧展、ファンタスマゴリー展がエール大学図書館にて開かれる。1977年、ブロードウェイで舞台劇、ドラキュラ公演。1978年、ドラキュラで、 トニー賞の衣装デザイン賞を受賞するも受賞式を欠席する。1980年、アメリカの教育テレビ放送局 PBS の番組、ミステリーのオープニングアニメーションを制作。1983年、ニューヨークからマサチューセッツ州のケープコットに引っ越す。1985年、ヤーマスポートの館を買取移転。終わりの住みかとする。 1997年、ハーコート社から過去の作品が再販され始める。1998年、疲れたポッドカバー出版。1999年、最後の作品となる頭のない胸像が出版される。2000年4月15日、マサチューセッツ州の病院にて心臓発作で死去。75歳。同年10月、初の翻訳本。 ギャシュリー・クラムのちびっ子たちが出版される。ヤーマスポートにある自宅はゴーリーの死後、エドワード・ゴーリーハウスとして一般公開されている。ゴーリーは本名での名義以外にもいくつものペンネームを用いて作品を発表することがあり、そのほとんどはアナグラムによって自身の名前の綴りを入れ替えて作られたものである。以下はゴーリーが用いたペンネームの一例。 これらの他にも、エドワルト・ブルーティグや、エドワード・ピックといったペンネームも用いている。1と2は、エドワード・リアの詩、3は、ヒレア・ベ・ロックの詩を元にしている。4は、ローダレ・ビーンチョ。ウィキメディア・コモンズには、エドワード・ゴー・リーに関するメディアがあります。ありがとうございます。